はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の指数法則についてお送りします。で、まあ、前回ね項べきの順をやらせてもらって、今回は指数ですね、なんとかの何乗っていうのがまあ主役となる動画になります。で、初めてかな、高校数学で初めてポイントが今回あります。で、ポイントも含めて1番から10番までありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあね、ちょっとわかんないのがあったり、あとは予習で見てくれてる子なんかは、今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ポイントの方から説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、行きましょう。で、まあ指数法則って言ってね、まあ指数に関する法則をやっていくんだけど、改まってね、ポイント書いたんだけど、実はね、中学の時からみんな使ってるんです。結構無意識に使えてる子の方が多いと思う。でも改めてそういうルールがあるんだっていうのを確認していきます。まずこれ A の M 乗×A の N 乗です。これは下の部分が同じってこと。例えば5の3乗×5の2乗みたいな、下の部分が同じ時に何乗何乗ってあるでしょう。そしたらこれはまとめることができます。で、どうまとめるかっていうと、A、それは変わらない。で、M 乗と N 乗があるでしょ？それを足します。いいね、足すんです。でも、これはね、みんなやってるから。例えばどういうことかっていうと、みんなね、ちょっと頭の中で思い浮かべてもらっていい？ X の2乗かける X。いい？ X の2乗かける X。って言われたら、みんな X の3乗って思うでしょ。おそらく中学生でも思う子の方が多いと思います。で、無意識に使ってるんだよ。それは、X の2乗っていう2と X の1乗の1を2たす1してるから3でしょ。ね、だからそういう風に使ってるんだけど、改めて確認してください。で、次です。これは、A の M 乗の N 乗です。つまり、カッコ A の M 乗の N 乗となってます。指数に指数がくっついてる感じね。この時は A の MN 乗となります。つまり5の3乗の2乗ってなってたら、さっきは3たす2だったんだけど、今回は 3×2 で5の6乗となります。いいね、ちょっとややこしいですけど、この辺ね押さえてください。で、次はですね、カッコ AB の2乗です。だから中にまあ2個あると、なんかねあって、それの2乗となっていたら、その2乗をそれぞれに分けることができますよって。 A の2乗 B の2乗ってねごめんね、もう最近の動画咳ばっかしてますけど、ちょっとごめんっていうルールがあります。で、これに3番に関しては、実は逆も大事で、例えば何とかの2乗と何とかの2乗がくっついてた時、まあ2乗2乗ってなってる時、それをこの部分をくっつけて1個の2乗にすることもできます。A と B をくっつけてまとめて2乗みたいなね。これはよく使います。いいね、まあこれが指数のルールです。改めて、この後ね、指数もね、死ぬほど使うので、高校の間。ね、改めて押さえておいてください。で、それが分かれば、まあ、この計算しようは余裕です。もうちゃっちゃいっちゃいましょう。じゃあ、いきますね。まず、A の3乗かける A の2乗。これだね、ルールとしてはね。だから、A の足し算をするので、3足す2で5乗となります。ね、次。5X かける 2X の2乗です。これは、まず数字の部分はね、数字の部分で掛け算するんで、10です。で、x×x の2乗、掛け算の時、こっちはね、1×2 だから足し算をして、x の3乗。ね、これ 10x3 乗で OK です。で、これです。3a4 乗の2乗だね。括弧 3a4 乗の2乗。まあ、ルールとしてはこっちに近いかな。で、これは、これ、3も2乗するし、a の4乗も2乗してねってことなので、3の2乗するとサザンガク A の4乗、これを2乗すると
4乗の2乗です。つまりこれね、ルールとしては。それは掛け算するので、シニが8で、8と、こういう風になります。で、こうなる。これね。で、3乗になったで、これね、今回2乗でルール書きましたけど、もちろん、3乗になれば、こことここが3乗になるだけです。つまり、こういう風になった時にね、3乗をマイナス2も3乗するし、A も3乗、B の2乗も3乗。1個ずつ3乗してください。だから、マイナス2を3乗すると、マイナス8です。ね。で、A を3乗すると、そのまま A の3乗。で、B の2乗を3乗するから、2×3 なので、6乗と。ね、こういう風にやります。で、最後ね、ちょっとややこしくなってますけど、こっちはね、まあ大丈夫。で、先にこっち計算しなきゃいけないんで、ここ計算しちゃいましょう、先に。掛け算する前にね。で、さっきと同じです、これも。1個ずつ、2乗をね、すればいいから、マイナス3を2乗すると9。X を2乗するとそのまんま。Y の2乗を2乗すると、22が4となります。で、こうなって、これとこれを、あとね、掛け算でくっつけるだけだから、まず数字から。6×9 で、654。X の2乗、X の2乗。ね、こういう場合は足し算。2足す2なんで、4。で、Y に関しても足し算。1乗と4乗。1隠れてるからね。1乗と4乗なんで、足して、5乗と。ね、こういう風に解いてください。いいかな、間違ってないことを願ってるんですが、大丈夫かな。で、最後、展開しようっていうのをね、ちょっと使ってみます。で、なんでこれやるかっていうと、この後、ちょっとごめんね。詰まっちゃうね。ごめんごめん。この後ですね、展開シリーズが4つかな、続きます。ね、中3の時にも展開やって、またやるんですけど、展開。で、まずそれのね、最初の初期段階として、展開を1個やります。で、この2問。に関しては公式はないです。で、何やるか。これは中3の時にね、展開の動画でも言いましたが、展開で無敵の技といえば全部掛けです。ね、もう分かんなくなったら全部掛けします。展開はね。で、どうやってやるかっていうと、ま、順番はね、どっちでもいいんですけど、俺まずこう後ろの X あるでしょ？これを X2 乗にも掛けて、マイナス 2XY にもかけて、マイナス Y の2乗にもかけるっていう。ね、全部かけるっていうのをやります。なので、めんどくさいんだけど、X2 乗に X をかけると、X の3乗です。で、これに X をかけると、まあ、2はいいね。X が1個増えて Y です。いいね。で、今度これにかけます。で、X 先に書いてほしいんで、XY の2乗となります。いいかな？まず X は配り終わった。次、今度こっちを配ります。プラス 3Y をまずこれに配ると、と、プラス 3、X2 乗があるから、X2 乗 Y ですね。で、次これに配ります。で、配ると数字がマイナス6、Y が1個増えるから、XY の2乗となります。で、これに配ると、マイナス 3Y の3乗かなになるね。入ってる？あ、入ってるね。よかったよかった。で、これで終わりじゃないからね。展開はした後にまとめられるのはまとめます。まとめないと罰になるからね。で、まあ、こういう場合はね、X についてまとめても、Y についてまとめてもいいんですけど、まあ、X 先にしようか。X の3乗を先に書いて、3乗1個しかないもんね。消しましょう。次、X の2乗グループが、X2 乗 Y、X2 乗 Y、この2つか。これまとめると、マイナス2とプラス3だから、プラス1か。プラス1書かないんで、X2 乗 Y です。で、使ったら消しちゃいましょう。次、X1 はこれか。この2個。マイナス1とマイナス6なんで、マイナス7。で、こうなって、消す。
で、これはあと1個だけだね。を書いて、お、あぶれ。これで正解となります。めんどくさいけどね。こんな感じでお願いします。でもってもっとめんどくせんが最後。これね、これも全部書き頑張ります。で、まあ、予想つくと思うんですけど、まず 5x 配ります。で、次、こいつ配ります。で、最後、これ配ります。で、3回ずつ配んなきゃいけないんで、全部で9回配るんだよ。もうきついね。で、多分こっち書くと入りきらないんで、下から行くね、こっちからね。で、まずこういくよ。5x を x 2乗に配ると、ちょっと急ぎ足でいきます。5x 3乗。5x をプラス3に配ると、3、5、15で x だね。これ気をつけてね。2乗とかね、1乗ね。これにこれになるから、マイナス10、x 2乗です。で、5x が終了。次、これ。で、配ると、マイナス x 4乗だね。ここ。次、プラス3に配るから、x 2乗。で、これに配るから、プラスか、今度。x 3乗となります。で、ラスト、プラス1をまず配って、x 2乗、プラス3。こんな感じだね。大丈夫かな？まとめたの入るかな、ここ。いけるかな？ちょっと待ってね。あ、ギリ入るかな？行ってみよう。まとめますね。で、まあ4乗からまとめましょう。4乗1個しかない。こいつだけだね。で、まずこれを4乗消しましょう。次3乗です。ここと、ここの2個だけかな？ 5 と2なんで7か。プラス 7x 3乗。次2乗いくよ。ごめんね。マイナス10と、こことここ。マイナス12か。マイナス 12x 2乗。ちょっと待ってね。消すよ。で、x はこことここか。プラス 13?x。で、残ったの1個、これか。プラス3。入ったか。あ、ギリ。よかった。これで、正解となります。ちょっと待って、さっき計算したと答え同じかな。大丈夫そうだね。あ、いいよっていう感じです。まあね、めんどくさいという思う気持ちはすげえわかりますが、ね、このぐらいはちょっと粘り強く頑張ってみてください。いいかな？では、今回は高校数学数一の指数法則についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっきも言ったように展開シリーズが始まります。で、新しい公式が登場したりもするんですが、途中で。でも最初の方はね、中学校の公式をもろに使います。なので、もし展開がちょっとね、ちょっと不安がある子は、あの中3のね、動画シリーズに展開ありますので、そっちを少し確認してから見てみてください。公式が抜けてたりするとね、何やってんだこいつってなってしまうので、もしよかったらね、その方お願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。